ましては応援はできませんが、手拍子での応援、そしてこの鳴り物での応援もぜひとも皆様よろしくお願いします。秘伝のうなぎのタレをベースに豚肉を一枚一枚香ばしく焼いた豚一焼きそば。こんにちは。まず今日のスタート坂田、はい、チェセン、はい、渡る、小田寺、龍、ブチ、山、公平、マサル、大輝、翔太、はい、たくさんの人が来てくれるって聞いてる。今日も千何人入るって聞いてるし、どういう戦いするんだろうってみんなが楽しみにしてるから、みんながつながって攻守につながってボールを奪いに行く、ゴールを奪いに行かないと試合に成り立たないな。だから試合までにその時間があるから、しっかりみんなで合わせていい準備して OK。 豚一では秘伝のうなぎのタレをベースに豚肉を一枚一枚香ばしく焼いた。右足引けたら白い線まで戻して、おー徐々にナイスナイス、よし、あとだけトントン、ゴー、ナイスよー、この素晴らしい空間を作っていけるんじゃないかと思っております。さあホームチームもアウェーチームもともにこの素晴らしい一日を。アップイー入りしてるから、みんなが勝ちたいって気持ちも伝わってくるし、この試合すごく大事ってことみんなも十分分かってると思うから、目の前の敵に負けんなよ。言った通りも総力だ、総力、うちの武器、それを信じてみんなができるかどうかだ。誰か一人が剥がされても次行ってやれ、助け合って。だからそのためには距離感が大事。ネガティブなことなんでいいぞ、もうミスはあるんだから、大丈夫、控えの選手いるから、前半で足つるぐらいでもいい、出し惜しみすんな、 100%、120% 出せ、 OK、 よし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 、お疲れ様でした。
客サイドで低くならずに内側に入るんだけど、攻撃感覚が奇跡です。あなたたちも普段通りにできるんだから、それをやるだけ。慌てないでプレーする。できる。だってそういうことやってきてんだもん。紅白戦でもできるんだから。できないんだったら俺言わないですよ。ターンしろとか運べとか慌てるの言わない。そんなことできるから言える。やったらもう自分で仕掛けろ。 OK、 よし、もう行こう。お願いします、お願いします。行こう行こう行こう。ヒロトに前は入るからね。よし行こう。なんとか乗せるようにしました。皆さんありがとうございます。